今回は、セサミストリートの人形のような画像を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように写真からセサミストリートに登場するキャラクターのような画像に変換する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、 Google コラボで Confi UI を動作させていきます。なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および Confi UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。今回の Confi UI の設定ファイルを動作させるためには、Civit AI の API キーが必要になります。シビット AI は、 画像を生成するために必要なモデルファイルがまとめられているサイトです。このサイトへの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、右上にあるサインインボタンを押します。この動画では、Google コラボのアカウントを利用したログインで解説を進めます。Google と書かれているボタンをクリックします。 これで、シビット AI のサイトにログインすることができました。サイトにログインしたら次に、アドレス欄にページへのリンクを追加します。具体的には、ドットコムの後ろに、スラッシュユーザー、スラッシュアカウントと入力します。このように入力したら、エンターキーを押します。これで、シビット AI のアカウント設定の画面に移動します。この画面を表示したら、 API Keys というタイトルがある箇所まで画面をスクロールします。そして、Add API Key と書かれているボタンをクリックします。そうすると、API Key の名前を設定する入力ボックスが表示されるので設定します。名前を入力したら、セーブボタンをクリックします。そうすると、Civit AI の API Key が発行されます。この API Key は、 一旦画面を閉じてしまうと、二度と確認することはできません。そのため、この API キーをコピーしたら、テキストファイルに保存して残しておくことをお勧めします。また、API キーはパスワードと同じように機密データのため、保存したテキストファイルは他の人から簡単に見えるような場所に置いておかないよう、注意が必要です。シビット AI の API キーを取得したら、Google コラボのサイトにアクセスします。 Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中からファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。 メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは、T4 GPU を選択します。T4 GPU は、無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合は、リソースの割り当てが保証されていないため、 処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速、実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、 インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。テキストが実行されたらまず Civit AI の API キーを入力するためのテキストボックスが表示されます。 このテキストボックスに先ほど取得したシビット AI の API キーを入力して Enter キーを押します。そうすると処理が再開されます。処理が再開されてから5分ほど待っているとこのような警告メッセージが表示されることがあります。この場合はキャンセルボタンを押して処理を継続します。キャンセルボタンを押してからさらに数分程度待っているとこのようなリンクが表示されると思います。 このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、 zip ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある workflow.json と書かれているファイルを confui の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたらまず、 画像ファイルをアップロードします。具体的には、ロードイメージというタイトルの中にあるアップロードボタンをクリックします。そうすると、ダイアログボックスが表示されるので、画像ファイルを選択します。今回は、このような画像を選択しておきました。画像ファイルをアップロードしたら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。そうすると、画像の生成処理が開始されます。 画像が生成されるまでには数分程度かかると思います。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。生成された画像をパソコンに保存するには画像の部分を右クリックします。そして表示されたメニューの中からセーブイメージを選択します。これで生成された画像がパソコンにダウンロードされます。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。